ザムトゲマインデ・ボーデンベルダー・ポレは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン軍の11つの市町村で形成される、ザムトゲマインデである。2009年3月23日、ザムトゲマインデ・ボーデンベルダーと、ザムトゲマインデ・ポレの議会は、2010年1月1日に、両、ザムトゲマインデを合併することを決定した。行政本部は、ボーデンベルダーに置かれ、 ポレには、支局として、住民サービスと財政を担当する部門が置かれた。ザムトゲマインデ・ボーデンベルダーポレは、ベーザーベルクラント地方に位置し、領域内をベーザー側が流れている。オッテンシュタイン周辺には、オッテンシュタイナー高原がある。このほか、このザムトゲマインデには、フォーグラー山地に面した地域があり、ゾリング・フォーグラー自然公園に接している。 ボーデンベルダー付近でレネ川がベーザー川に注ぐ。このザムトゲマインでの本部がある、ボーデンベルダー市庁舎。この建物はミュンヒハウゼン断尺の成果でもある。このザムトゲマインでの議会と市長は2010年4月11日の直接選挙で選出された。議会は32議席からなる。ゼムトゲマインでの長は2016年からターニャ・バルネッケが務めている。 ザムトゲマインデ・ボーデンベルダー・ポレは新しい紋章が制定されるまでの移行期であり、暫定的に旧ザムトゲマインデ・ポレの紋章を用いていた。2009年11月12日に2010年1月1日から発行する新しい紋章のデザインが公開された。このザムトゲマインでは上下水道の管理をディール密船に本部があるイートベルで、 ベーザーベルクラント推理協会に委託している。このザムトゲマインデナイの教育施設は以下の通りである。連邦道 B83 号線がベーザー渓谷を通っている。また、連邦道 B240 はヘイレンとボーデンベルダーとの間で終点となっている。ベーザーベルクラント蒸気鉄道はキルヒブラークを支点としている。この他に観光上重要なドイツメルヘン海道が 通っている。ありがとうございます。